ゆっくり飛行機チャンネル。ねえねえ、足が速い人ほどモテるって本当？確かにそんな話を聞いたことがあるな。でもそれって小学生とかの話でしょ。年齢によってモテる条件は変わるわよ。そうなんだ。足の速さには自信があったんだけど。まあ運動のできる人が好みって場合もあるだろうし、悲観することないぜ。まあ別に悲観はしてないんだけど。でも確かに年代によって好みの基準は変わるよね。そうね。ちなみに男の子の場合は小学生は足が速いこと、そして中学はスポーツができること、高校は頭がいいこと、大学は顔がいいこと、社会人はお金を持っていることが基準になるみたいよ。当然人によって基準は変わるが、なんとなくわからなくもないな。しかし最終的に財産に収束するのはなんとも現実的な話だぜ。そうだ、年代によって基準が変わるといえば今回はこんな出来事を紹介しよう。というわけで、今回はエア・ミッドウエスト5481便墜落事故を紹介するぜ。エア・ミッドウエスト。この会社は1965年にアメリカで設立されたわ。基本的に自社便を運航することはなく、多くは他社便の運航を受け持っていた。保有機材の多くが小型機で、アメリカ国内の地域路線を運航していたみたいね。そうだな、今回紹介する事故が起こった時は US Airways として運航されていた。US Air、なんだかこのシリーズでも取り上げたことのある航空会社だね。ちなみにこの US Airways、更新で用いられるコールサインはカクタスなのよ。カクタス？カクタスはサボテンという意味だな。え、どうしてサボテンがコールサインに？もともとは US Airways の前身、アメリカウエスト航空のコールサインだそうよ。アメリカウエスト航空のハブ空港の一つがアリゾナ州に存在していた。アリゾナ州は乾燥気候で砂漠があり、多くのサボテンが自生しているのが由来よ。日本語で言えばサボテン100便って呼ばれる感じか、少しシュールだ。特徴的なコールサインだから、管制官に呼ばれたらすぐに気づきそうだな。今回の事故を起こしたのは、エア、ミッドウエスト5481便。それでは早速、経過の確認から始めていこう。お願いします。事故が起こったのは、2003年1月8日のこと。エア、ミッドウエスト5481便は、アメリカ東部のノースカロライナ州、シャーロット、ダグラス国際空港を出発。サウスカロライナ州のグリーンビル、スパルタンバーグ国際空港までのフライトだった。機長は当時25歳、彼女が所属した会社では1865時間の総飛行経験があった。また副操縦士は当時27歳、同じく彼には706時間の総飛行経験があった。いつもと比べるとすごく若いね。どちらも若いわね、経験も比較的少なかったみたいだけど。確かに飛行時間だけ見れば少ないが、訓練ではどちらの人物も高い操縦技術を有していると評されていた。また周囲からの評判も非常に良かった。機長は知識が豊富で判断力に優れ、優秀なパイロットだと評判だったそう。副操縦士も注意深く、コミュニケーション能力の高いパイロットだと評判だった。それなら大きな心配はいらなさそうね。使用機材はビーチクラフト 1900D という航空機だった。この機体の全長は約 17.5 メートル。最大搭乗者数は乗員乗客を足しても21名という小型機だった。いつもと比べると小さいけど、地域路線を運航するには手頃な大きさだね。午前8時には乗員たちが空港に到着しており、出発準備を行っていた。その中で、乗員たちは機体の重量が最大離陸重量を上回らないかを確かめた。搭乗人数や手荷物の数量をもとに計算した結果、離陸時の重量は17,018ポンド。約 7719kg であることが分かった。ポンド表記だと今一つピンとこないわね。やっぱりヤードポンド法は慣れないな。ヤードポンド法の是非についてはまたの機会にお話しすることにしよう。ちなみに同機の最大離陸重量は 17,120ポンド、約 7765kg だった。 45kg ほどの余裕しかないけど、なんとか離陸はできそうね。さらに機体の重心も定められた範囲内で、離陸に支障はなかった。午前8時30分に同機はゲートを離れ、機長の操縦で滑走路に向けて移動を開始。離陸には滑走路 18R が割り当てられ、午前8時46分に離陸の許可が与えられた。離陸後は右旋回するよう合わせて指示され、機長はエンジンを離陸水力にセット。順調に加速し浮揚したが、その直後に異変が起こった。いきなりね、どうしたのかしら。離陸直後は139ノットで20度の機首上げだったが、急激に機首が跳ね上がった。わずか10秒のうちに機首上げ角度は54度に達した。かなりの急角度だ。速度は大丈夫かな？著しい機首上げは速度の低下や向かい角の増大を招くため、失速の危険があった。そのため、機長は操縦桿を前に押して機首を下げようと試みた。機長は管制塔に緊急事態を宣言。
しかし機種上げ姿勢から脱することができず、動機は失速に陥った。離陸直後だし、ほとんど余裕が残されていなさそうね。そうだ、動機は高度1150フィートまで上昇し降下に転じた。その時の速度はたった30ノット、左への傾きは最大で127度に達した。とても不安定な状態だ。機長はエンジン水力を最大にしたものの、失速警報が作動。機長は操縦桿を押したが機首は下がらず、失速による急降下を続けた。そして最高高度に到達してからわずか7秒後、動機は墜落。空港の敷地内にある US Airways の格納庫に激突し、炎上した。ああ。多くの燃料を積んでいたため、火災の勢いは激しく生存の見込みは絶望的だった。事故から2分後に消防隊が現場に到着したものの、搭乗者の全員が犠牲になった。かなり強い衝撃と激しい火災だったのね。そういえば、以前に同じような経過をたどった事故を紹介したような。発生時の映像が残っていることで有名な、ナショナルエアラインズ102便墜落事故ね。確かにあの事故も離陸直後に機首が跳ね上がり、墜落した事故だった。積み荷の固定が甘く、荷崩れを起こして重要な部品を破壊したために起こったわね。でも今回は貨物機でもなく、重量も制限を下回っていたようだね。なぜ事故機は離陸直後に制御不能に陥ったのか。それには驚くべき要因があったんだ。詳しくは動画後半でお話しするぜ。お願いします。以前の事例と同じで、機体の部品が破損していたりしたのかな？確かにその可能性も否定できないが、まずは機体重量が適切に計算されたのか、そして機体の重心が前後に著しく偏っていなかったのかが確かめられた。それも重要な点ね。乗員たちは機体の重量を計算する際、会社の定める平均重量を用いて計算した。使用される平均重量は成人で175ポンド、つまり約 80kg。子供の場合は80ポンド、つまり約 36kg。さらに手荷物は15ポンド、つまり約 7.1kg。預ける必要のある手荷物は28ポンド、つまり約 13kg として計算された。離陸時の機体重量って、実際の重量じゃなくて平均重量を使って計算するのね。そういえば飛行機に乗るとき、具体的な体重を聞かれた経験はなかったな。そうだ、しかしこれはあくまで平均値で実際の重量とは異なる可能性があった。そのため貨物や乗客、燃料量が本当に制限を下回っていたのかが調べられた。まず先ほどの平均値を使って重量を計算したところ、10ポンドの計算間違いがあったものの離陸には支障がないことが判明。しかし荷物の重量や乗客の体重を調査し実際の重量を割り出すと、重量は最大離陸重量を323ポンド上回る 17,443 ポンドであったことが判明した。キログラムで言うと、最大離陸重量を約146キログラムも超過していた。成人男性2人分くらい重かったのね。小型機にとって140キロ以上の重量オーバーは影響が大きいね。別の方法による計算では、実際の重量が17,700ポンドに達したとの結果もある。その方法だと、260キログラム近く上回っていることになるね。計算に使用された平均的な重量って、あまり参考にならないのかしら。この事故を受けて平均的な重量が再び計算されることになったそう。この調査では、以前の平均値より 5から10% 程度重くなっていたことが判明した。重量計算に用いる平均値が時代の移り変わりに伴って変わり、実際の重量と乖離していったということね。今回使用された古い平均値は、いつ調査されたものだったんだろう。エアミッドウエストでは、1995年に調査された平均値を用いていたそうだ。6年の歳月で平均重量が大きく変化していたということね。平均値による計算は、正確な重量を割り出せないというデメリットもあるんだね。そうだ、そのため実際の重量と計算の重量に大きな差が生まれてしまった。実際の重量が計算と違っていたのなら、重心にも大きな偏りがあったのかな。機体の重心も、計算より後方に偏っていたことが判明。つまり事故機の重量は重すぎ、重心も後方に偏りすぎていたことが判明した。つまり、急激な機種上げの原因は重量オーバーと著しい重心の偏りだったのね。そうだ、しかし飛行記録装置のデータを解析したところ不可解な点があった。不可解な点。急激な機種上げが起こった後、機長は操縦桿を前に押して機種下げを試みていた。しかし機種上げ傾向はとどまるところを知らず、事故機を失速に追い込んだ。重量や重心の影響で機種を下げられなかったのかしら。その可能性もあったが、事故機の昇降舵について詳しく調べられることになった。昇降舵は水平尾翼に備わり、上昇や降下する際に動く動力だ。昇降舵は操縦桿とケーブルで繋がっており、操作に応じて動作する仕組みだった。
しかし回収されたケーブルの張力を調整するターンバックルを調べたところ、機種上げのバックルと機種下げのバックルで調整が著しく異なっていることが判明。そしてこの通りに調整すると、昇降舵の機種下げへの動作が制限されることが判明した。機種下げへの動作が制限されるって、どういう意味？昇降舵が機種下げ方向に15度動作するはずが、7度しか動作しなかった。つまり、操縦桿を押し込んだ時の機種下げ動作が本来より制限されていたのね。なるほど。それで機長が操縦桿を押しても機種を下げられなかったということか。どのタイミングでケーブルの張力がおかしくなってしまったのかしら。それを調べたところ、事故の2日前に行われた D6 整備だったことが判明した。それまでは操縦桿の操作が昇降舵の動作と対応していたが、それ以降は異なっていた。そのため、この時の整備で調整を失敗した可能性が高かった。D6 整備では、問題となったターンバックルの調整が行われていたの。当然行われていた、この時の整備状況を調べると驚くべき事実が明らかになった。なんと、整備を行った担当者は事故機と同型機の整備経験がなかったことが判明。さらに6名のうち5名は勤務経験が浅く、D6 整備の訓練経験もなかった。事故機と同型機の整備経験が少ない人たちばかりで整備が行われたのね。作業に慣れていなかった可能性が高そうだ。ターンバックルの整備を行った担当者は、別の機体でケーブルの調整経験があったことから選ばれたそう。しかし彼の行った作業では、9つの手順を飛ばしていたことが判明した。飛ばした手順の中には、正しく昇降舵が動いているかのテストも含まれていた。彼は確認のために操縦桿を操作したが、誰も昇降舵の動きを確認していなかったそう。単に操縦桿が動くかどうかのテストしか行われていなかったということだね。普段の目視点検で、昇降舵の動きがおかしいことに気づけなかったのかしら。機体の目視点検の際、基本的に操縦桿が中立にあるため気づくのは難しい。もし動かしたとしても、動作の差はわずかなもので目視で気づくのは難しいだろう。それなら整備の時、動作を確かめていても気づかなかったんじゃない？整備の時は確認のために専用の道具を使うため、気づけた可能性が高かった。整備が適切に行われているか、誰も確認しなかったのも大きな問題だね。そうだな、報告書でも不適切な整備や不十分な管理監督を指摘している。つまり今回の事故は重量オーバーと重心の偏りにより、急激に機種が上がったこと。また整備不良により機種下げが制限され、回復姿勢を取れなかったこと。この二つが重なったため、事故が起こったということね。その通りだ、ちなみに重量強化か整備不良のどちらかの条件が欠けていた場合。つまり、単一の条件だけでは事故が起こらなかったものと考えられている。今回は不幸にもその両方が重なったため、事故が起こったということか。整備不良があっても他の便では重量強化していなかったため、両方の条件が重なった今回まで事故が起こらなかったのね。通常は操縦桿を目いっぱい機種下げまで押すこともないから、機種下げが制限されていることに気づくのも事実上不可能だっただろう。なお、機長は墜落の直前に格納庫を避けるように操縦していたことが判明。彼女は絶体絶命の状況に置かれても、被害の軽減に全力を尽くしていた。もし彼女の行動がなければ、さらに被害が拡大した可能性が高いわね。とても勇敢な行動だ。今回の事故を受け、整備において全ての手順を遵守しているかを確認すること。調査によって新たに判明した平均重量を計算に用いること。またその平均重量について、定期的に再調査を実施することなどが勧告された。これがエア、ミッドウエスト5481便墜落事故の概要だ。乗客はもちろん、将来のある若いパイロットが古い基準の使用や整備不良を一因とした事故で犠牲になるなんて悲しいわね。機長の操縦や重量の計算は間違ってなかったのにね。強いて言えば離陸最大重量まで余裕がなかったから、より慎重に確認しておくべきだったかもしれない。しかし当時定められていた基準で計算すると制限内だったため、古い基準を更新せず使い続けていたことが大きな要因になったと言わざるを得ない。基準が時間の経過で変わっていないか、フォローすることも大事なんだね。それじゃあ、航空小話のコーナー。今回は変わった見た目の飛行機を紹介するわ。どんな奇抜な見た目の飛行機が見られるんだろう。今回紹介するのはこちら、カプロニ CA60 という飛行機よ。なんだこれ、水の上に浮かんでいて船みたいな感じだな。まるでジェットコースター乗り場みたいな見た目だ。この機体はいわゆる服用機に分類され、なんと9つの翼を持っていたわ。何のためにそんなにたくさんの翼を持っていたんだろう。この機体が作られた背景には、100名の乗客を乗せて大西洋を横断するという目的があったと言われているわ。開発が進められたのは1920年のこと、当時は大西洋の横断なんて夢のまた夢に近いものと考えられていた。
そこでイタリアのカプロニ社が開発を担当したのがこの飛行機、なんと8つのエンジンも搭載していたんだとか。翼だけじゃなくて、エンジンもすごい数を積んでいたんだな。ところが数回の飛行試験で思ったような結果が得られず、開発が中止されたわ。試作機はわずか18メートルの高さまで上昇し、そのまま墜落したそうよ。ちなみにパイロットは脱出し、死傷者などは出なかったそう。それは良かった。でもその様子じゃ大西洋横断なんて無理だっただろうね。そうだな、見た目は結構立派なんだけどな。航空黎明期だからこんな変わった見た目の飛行機が作られたそうよ。ある程度分かってきた時代になるとどうしても奇抜な見た目の飛行機は数を減らすわね。確かに見た目にロマンのある飛行機は昔のものが多いな。そうだね。でも今後今の形の飛行機が古臭いと言われる時代が来るのかもしれないね。今後の技術革新に期待ね。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。どこまでも青い空飛んでゆく飛行機雲、明日は曇りのち晴れ。